結膜にできる炎症のことを言う。なお、慢性化した結膜炎を慢性結膜炎ということもある。感染症、アレルギー等を原因として結膜に炎症を生じる。大きく分けると感染性と非感染性に対別される。細菌性結膜炎様々な細菌によって結膜炎を生じる。眼視の正常は黄色の汚染。 路法やリンパ節主張は認められない。原因となっている細菌に有効な抗生物質や抗菌剤の点眼液でウイルス性結膜炎に比べ短期間に治癒しやすい。しかし薬剤体制を有する細菌によるものも報告されている。ウイルス性結膜炎様々なウイルスで結膜炎が発症する。癌死の正常は繊維素性。露法やリンパ節主張が認められる。 感染性が強いものとして、以下の3つが有名である。ウイルスに有効な点眼液がないため、細菌性結膜炎より自由に日数を要する場合が多い。免疫力の低下から、細菌による混合感染を起こす場合があるので、細菌性結膜炎と同様、抗生物質や抗菌剤の点眼液が用いられる。ウイルス性結膜炎の場合、 リンパ節の主張が観察されることが多い。処方される主な転眼薬は、ベータラクタム系、フルオロキノロン系、アミノグリコシド系、マクロライド系、クロラムフェニコール、クラミジアクラミジアの感染により生じる。転眼薬処方される主な転眼薬。ありがとうございます。